ラッシュアワーの午前8時すぎ、大阪府貝塚市にある阪和線の踏切の前では、遮断棒が降りるたびに長蛇の車の列がおそのそばで JR の職員が配っているのが踏切の無理な横断禁止の呼びかけや緊急事態が起きた際の対処を記したリーフレットです。 今年2月には大阪松原市にある近鉄の踏切で電車と車が衝突車を運転していた男性が死亡する事故が起きるなど踏切内の事故は後を絶ちません高架化などにより踏切の数は減っているのにこの5年事故件数はほぼ横ばい JR は今年1月と2月踏切事故の半数を占める高齢ドライバーを対象にある行動調査をしました 踏切を横断中、もし遮断棒が降りてきて立ち往生したときにどう対処すれば良いのでしょうか。どうどうしよう、うんそれは分からんけどな。まずは逃げてから、まあ非常非常ボタンをお押す。後援に車載機どっちに来ますか、毎バックやのね。 そうやねやっぱり後ろかな JR 西日本が行った調査によりますと万が一車が踏切内に立ち往生してしまった場合高齢者のドライバーの多くが全身ではなくバックを選択する傾向にあることが分かりました JR 西日本は踏切内に取り残された場合そのまま前進して自動車で遮断棒を押し上げて脱出することを推奨しています しかし、高齢ドライバーおよそ60人に CG 動画を見せながら聞き取りをしたところおよそ8割がどう行動したらよいか分からないと答えバックして脱出すると答えた割合が若年層に比べ3倍も多かったということです。前進ししてて脱出していいいいたたただきたいんですけれどもそういった行動を思いつかずに例えばバックを 選択すると目の前に遮断棒が降りてきてしまうというところからですねなかなか前進するというところを思いつきづらいのかなというふうに考えております JR 西日本は前進するという推奨行動を知ってもらうことが踏切事故防止につながるとして周知を図りたいとしています。